やあやあ藤丸くん、ダヴィンチちゃんの素敵なショップにようこそ。メガネはありますか？誰？ドックでバドミントンしてたら。ヨーゼロー。それ。いくよー。もちろんスマッシュ。シャトルがクリーンヒットしちゃって。君今度から遊ぶときはシミュレーターを使うこと。いいね。だいたいそれって英知の結晶なんだろ。自力で再生できないの？それが英知を失ってちょっとアホになってるみたいで、何度やっても面白メガネに。どんな英霊だが悪いことばかりではない。これの着用により東方の面白さはうなぎ登りひつまぶし。宴会芸を披露した暁には笑いのベルベルク。こんなに受けて宴会状態となること受け合いである。うわひどいな面白メガネの影響。なんかあまり気乗りしない。メガネがステータスに影響するなら適当に頭いい人のメガネ借りてきなよ。うわ天才、やってみる。君もメガネを持っているのでは？私のは子供メガネだからパス。お待たせ。これなんてどう？感謝する。なんか付与された。なるほど、興味深い、面白い。君もっと他にいなかったのか？誰か計算とか得意になるかなって。やったー天才。シルエットクイズ。このシルエットは何でしょう？あれかな、それともこれかな。正解はこちら。わかったかな？次回もお楽しみに。無理だよこんなの。